はい、こんにちは、シーラモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますが、スズキビーキングのご紹介です。こちらですね、オイルはゲイルスピードタイプ R、 そして吉村ダブルカットですね。加算ポイントたくさんございます。早速ですね、ご紹介させていただきます。はい、まずですね、フロント周りです。吉村のスモークスクリーンですね、こちら装備しております。ヘッドライト周りに大きな点灯傷、割れなどはございません。そしてですね、倒立フロントフォークのオイルにじみは漏れ、こういったものもない状態です。フロントフェンダーの大きな点灯傷などもございません。そしてですね、おすすめポイント、ゲイルスピードタイプ R ですね、ポリッシュです。こちら、サビ腐食とはもちろんございません。タイヤ溝もまだ残ってますので、そのままお使いいただけます。はい、エンジン周りです。各所ですね、オイル漏れとももちろんございません。こちらメッキ加工されておりますね。アグラスさんのエンジンスライダー、こちらも装備されております。上もついてますね。あとはですね、大きな点灯傷等ももちろんございません。メインフレーム等にですね、大きなサビや腐食、こういったものもない状態です。ステップはですね、ベビーフェイスさんのバックステップを装備しております。リア周りです。こちらもゲイルスピードタイプ R ポリッシュですね。大きなサビ腐食とはございません。タイヤ溝もまだまだ残っている状態です。カーボンのインナーフェンダーも装備しております。そしてマフラーですね、こちら吉村ダブル缶です。後ほど音の方はご紹介させていただきます。フェンダレスキットも付いております。はい、シートです。シートオリジナルシートですね。パイソン柄のシートです。大きな切れや破れ、こういったものもない状態です。シングルシートカールも装備しております。はい、タンク周りですね、大きな点灯傷、へこみ、こういったものもない状態となっております。ではタンク内です。はい、タンク内の大きなサビ腐食はもちろんございません。はい、ではエンジン始動していきます。はい、ではマフラー音です。ではマフラー音です。ですね、珍しいカスタム車両の1台となっております。ぜひですね、吉村サウンドをお楽しみいただければと思います。ぜひ皆様のお声合わせお待ちしています。